どうも、紅茶ガーデンの紅茶です。と、こちらラテちゃんです。皆さん、突然ですがリモートワークやリモート授業でお目目が疲れていませんか？他にもね、動画をついつい見すぎてしまったり、ついついゲームをしてしまったり、目が疲れたりしてませんか？そんな時に、はい、こちらグラフェンホットアイマスク使ってみませんか？グラフェンって何ですか？グラフェンはね、とっても薄くて軽くてしなやかで透明で、ダイヤモンド並みの強度を持ちながらね、折り曲げることができるシートなんですよ。ラテちゃん、ラテちゃん家は電子レンジがないからホットアイマスクなんて温められません。ラテちゃん大丈夫、 USB だからね、何度でも使えるんだよ。ゴミも出ません。アイマスクつけっぱで寝落ちして火傷したら怖いでちゅ、チリチリになっちゃいまちゅ。ラテちゃん大丈夫、電源はね、自動で1時間で落ちるんだよ。もともとジリジリだよ。じゃあね、早速開封していきましょう。はい、では中身を見ていきましょう。はい、これがグラフェンホットアイマスクですね。デザインの方はめちゃくちゃ宇宙ですね。はい、裏側を見てみると、ここがね、マジックテープになっております。よっ、だいぶ強力ですね。で、ここが目を当てる部分になりますね。少し目のところがくぼんでて、周りがふかふかのスポンジになっておりますね。で、ここが電源ですね。はい、こちらが入っていた電源ケーブルですね。ちゃんと USB になっております。で、これはね、簡単ですよ。ここに磁石みたいになってて、パチッとこれで USB を接続して、電源を入れると自動的に温まる機能がついております。この USB の長さはだいたい120センチちょっとですね。こちらが電源になっているんですけど、温度がね、3段階調節できます。赤、オレンジ、青で温度調節ができます。じゃあ早速つけていきましょう。はい、つけてみるとこんな感じです。きつくもなく軽くもなくって感じですね。もう早速ね、温まり始めてます。はい、じゃあ早速グラフェンホットアイマスクを使ってます。いや、これはね、めちゃめちゃ気持ちいいですよ。遮光効果も抜群で、フィット感もちょうど良くて、目の周りがあったかくて、もうこれね、すぐ寝れます。目が疲れてる以外でも、なんか最近寝れないなって人いたらね、ぜひね、これ使ってみてほしいです。もうほんとね、すぐ寝れる。目が温まるだけでこんなに眠たくなるんですね、人間って。これ知らなかった私は今まで人生損してたなって思いましたね。私早く寝るのが結構苦手で、夜型なんですけど、これならね、早寝ができるかもしれないです。ここでね、ちょっと調べたんですけど、ホットアイマスクによる効果っていうものが、長時間パソコンとかスマホを見ていると目の周りの筋肉がね、硬くなってしまうらしいんですね。目の周りの筋肉が硬くなるとどうなってしまうのかって言いますと、血流が悪くなる。血流が悪くなると目の周りが冷えちゃう。こうなると交感神経が過剰にね、働いて睡眠の質が悪くなったり、疲れたり、イライラしたり、不安になったり、いいことがね、ほんとないんですよね。ここで目を温めてあげると目の調節力の低下を防止できるそうです。ある実験で、寝る前に10分お目目を温めてあげると、開始2週間ぐらいでですね、目の調節力が改善し始めたらしいです。で、しかも効果は
8週間まで継続したとの効果で、毎日温めていれば目にめっちゃ優しいという実験結果が出たそうです。他にもですね、自律神経の調節とかドライアイの改善にもねいいそうなのにね。コンタクト使ってる方とかにもぜひおすすめですね。グラフェンホットアイマスクを使って心も体もリフレッシュ。でもね、これって高いんでしょって思う方いると思うんですけどね、いやなんとね、Amazon で3000円ちょっとでね購入することができます。今回はなんと紅茶ガーデンチャンネル限定で500円オフクーポンをいただきました。概要欄のリンクに貼ってあるのでね、ぜひ見てみてください。これですね、実際私使ってみてるんですけど、いやめちゃめちゃいいです。生活がね変わるかも。寝る前にこれをつけて動画をねラジオ感覚で私普段聞いたりしてるんですけど、そうしてるとね寝落ちです本当に意識を失うぐらいこれめちゃくちゃ気持ちいいです。はい、ということで今回はグラフェンタイムズさんのグラフェンホットアイマスクの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よければグッドボタン、動画が良ければチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。バイバーイ。いやー、ラテちゃんいいね。このラテちゃんのホッカロンにもなるかもしれないですね。